皆さんこんにちは、こんばんは、ラピ TV です。本日は1998年11月5日、太陽に現れた巨大宇宙船、全長4万4000キロあります。この宇宙船、こちらを3船お見せしたいと思います。今日は第2弾としてお送りしたいと思います。最後にこれの現れる実際の映像をお見せいたしますので、最後までご視聴よろしくお願いします。そして皆さんのたくさんのコメントもお待ちしております。それでは早速写真の方から見ていきます。こちらがまず太陽右上方に現れました、全長4万4000キロの大きさがあります宇宙船を拡大したところです。実際この太陽の右側のこの位置に現れております。向こうの方から飛んできてこちらに現れるというところが最後の動画でわかりますので、気をつけて見るようにしてください。そしてこの全長、白く輝いている部分が4万4000キロ、そして中央部分から何かこういった感じでビームなのか、そういったドッキングした葉巻型の小型宇宙船なのか、このようなものがこのように見えております。そして次の映像が、これが拡大したところです。どうでしょうか、この白い部分が母船の部分で、そこにドッキングしているこういった数々の葉巻型の宇宙船かもしれません。ビームにしては怪しいので、これはどうも葉巻型の小型の宇宙船が連結しているものだと私は推測します。皆さんはどう思われますか。そして次の映像、これが2つ目ですね。太陽の下部分に現れた、こちらも宇宙船となります。これがだいたい7万キロから8万キロある宇宙船、地球の大きさ、アーススケールを出しております。だいたいこれがいくつありますかね、4個から5個入るものです。そしてこの厚みといいますか、この高さが、全高がだいたい地球の直径1万4000キロぐらいある直径の宇宙船の幅があるという、高さが1万4000キロもあるという、巨大な宇宙船であるということがわかると思います。その周りにもこういうふうに映っているのは小型の子機ですね。子機がこの宇宙船から飛び出したものだと思われるものが飛んでおります。この映像も最後にご覧いただきますので、最後まで見てください。そして次です。拡大して鮮明にしたところです。横にアーススケール、地球を出したところです。この地球の直径が約1万4000ということは、この直径、これが4個から5、6個入るということで、だいたい推測で7万キロから8万キロある全長のもの。そして地球がちょうど入りますので、ポリ1個入るので、この中心部分はおそらく高さが1万4000キロぐらいの高さがある、幅がある宇宙船であると、巨大な宇宙船が移動しているということになります。そしてこれがそのスケールを出して測ったところです。これが一番大きいですね。今回3船の中では一番大きい、太陽の下方向に現れた、これが8万8000キロのバースケールなので、約8000キロをカットしたとしても、8万キロ、7万キロから8万キロある、全長があるもの、葉巻型の宇宙船が映っております。真ん中にコクピット部分、居住区部分があるということになります。この居住区部分だけでも、コクピットの部分だけでも地球の直径があるといった大きさがあるもの、巨大なものが太陽にまたまた1998年に現れているものを今日はご紹介しております。これは1998年6月10日に現れたもの。そしてこれがそのこの設定で見ると、皆さんヘリオビア .org で見ることができます。このリンクは概要欄に貼っときますので、この設定でこの時間9時10分ですね、ちょうどに合わせて、双方 EIT195 に合わせてください。どなたでもこれを見ることができます、確かめることができますので、 NASA から消される前に早めにご覧ください。そしてこれが太陽の中央部分のやや右方向に現れた、横から見ると
まあ、地球の豪華客船みたいな形をしているものです。まるで船ですよね。地球の豪華客船を横から見たような感じの、まあ、宇宙船が、まあ、この太陽のところに現れて通過しているといった貴重な形、これだけはっきりしているものはありませんね。こう2段階、このコクピット部分、操縦席部分まで入れると3階建てのような感じもします。こういったものが移動しているというものです。横から見ているので葉巻型なのか、まあ、円盤型なのかはちょっと不明ですね。皆さんのたくさんのご意見お待ちしております。これがアーススケール、地球と比べたものです。まあ、地球が1万4000キロの直径、これがいくつ入るでしょうか。かなりこれも大きい、これも全長4万4000キロあるものだということがこのバースケールでわかると思います。4万4000キロやや大きいといったところです。そしてそのまあ、これが現れる時にもこの左上方にも何か小さな宇宙船、まあ、これでも地球の大きさありますものが現れているということになります。これはこの1998年11月5日2時21分ちょうどに現れたものです。ぜひ皆さんもその目で見てください。これが4万4000キロある拡大映像です。これは太陽の右上に現れたものです。おそらくこれはビームではなく、こういった階段状のもの、こういう一つ一つの葉巻型の呼気が連結しているものだと思われるものとなります。そして次です。引いたところ、そしてここに呼気が飛んでますよね。こういった小さな呼気は、これ階段状に並んでいるものが呼気だと思います。ズームすると1、2、3、4、5個ぐらい見えますので、小さな四角い感じに見えているものはここに連結するものだと思います。そして葉巻型はここに 1,2,3,4,5 機ぐらい連結しておりますので、この親機にこういうふうな感じで、まあ、ドッキングして連結するということになるのではないでしょうか。あくまでも私の試験です。そしてアーススケールがこれです。地球の大きさがこれ、かなり大きなものだという巨大 UFO がまた1998年に現れているものを、これはまたあのケイシが発見して、まあ情報を送ってくれましたので、今日は日曜特番として皆さんに第2弾でお送りしております。この小さな、はい、呼気もここに映り込んでおります。 1,2,3 機、そしてここに4機目5機目がいます。そしてこれが引いたところ、この設定1998年3月30日8時51分ちょうどに合わせると、このはっきり映っている宇宙船、右横方向、これだけはっきり映っているのはなかなかありませんので、その目で拡大して見てみてください。これが今回のメインの映像となります。そしてこれも太陽の中心部を移動しているあの豪華客船を横から見たところのような宇宙船です。ここがまあコクピットの部分かアンテナなのかもしれません。かなり、まあ、ぼかしがかかっておりますので、こう滲んでますのでね、これをシャープにするとおそらくここはアンテナか、まあ、2階建てのか3階建ての宇宙船だと思われる、まるで地球の豪華客船を横から見たような感じの、まあ、宇宙船であるということがわかります。これを見るともう明らかに隕石とか彗星の見間違いではないということがわかると思います。高度、超高度文明が太陽に現れている証拠ではないでしょうか。頻繁に目撃されている形となります。そしてこれが引いたところ、明らかにもうまるで船を横から見たところですね。豪華客船を横から見たような感じに映っている。彼らの設計思想もやはり宇宙を海に例える、大海原に例えるとしたら、まあそういった感じで彼らにとって豪華客船でこういった太陽系を訪れているものなのでしょうか。皆さんのたくさんのコメント、推測、いつものようにお待ちしております。そしてこれもそうですね、拡大したところの、これは右あの太陽の下に現れたところを拡大したものです。これはちょうど葉巻型ですね。真ん中に緑がかって1本アンテナのような
まあ、中央部にはコックピットのような部分があります。この高さがもう地球1万4000キロあるということになります。これが今の拡大写真です。はい、これですね。そしてこれは1998年6月17日 9時ちょうどでもいいし9時10分でもいいです。こちらに現れたものです。これはケイシが送ってくれた写真の方を拡大したもの。最大まで拡大するとこのようになります。明らかにもう彗星とかそういう小惑星隕石がここに、まあ、たまたま映ったものではないといった超まあ高度な文明が、まあ、太陽の下に宇宙船で現れているものだと思われる形をしておりますね。そして小型のこういう呼気も飛び回っております。そしてこれが、まあ、ビームではない、まあ、こういう連結の小型、まあ、葉巻型とか、まあ、四角い感じのやつが呼気がこういう感じで連結していると、おやきに連結しているという貴重な映像が綺麗に映っているところを送ってくれた。これがケイシがキャプチャーしたもの、スクリーンショットと撮ったものを見ております。そしてこれが引いたところです。皆さんもぜひヘリオビア .org のリンクは概要欄に貼っておきますので、ぜひこの日にちと先ほど見せた時間を入れると見ることができますので、ぜひ見てください。それでは実際のヘリオを3つお見せします。これがその時間と、はい、これが宇宙船ですね。これが現れたのがこれです。はい、この位置。そして EIT195 でお見せします。はい、これが、まあ、特別に現れる瞬間お見せしますので、しばらく見てください。小さなこの四角い点は、まあ、呼気だと思われるものです。もうすぐ現れます。この辺にも現れて、ここからやってきてここに現れますので、まあ皆さん、まあ、注意深く見てください。いいですか。呼気が飛んでますよね。もうすぐ現れます。これは、まあ、全くノーカット。はい、ここに現れて、ここからここに移動してますね、ということが分かるものです。これが、まあ、1本目ですね。そして2つ目がここです。はい、この設定で表すと、ここに現れている、はっきりと宇宙船がここに飛んでますよね。まるで、はい、あの豪華客船がこう移動しているような感じにも見える、まあ、はっきり太陽のところを通過していっている宇宙船の、これが実際のヘリオビア .org の映像となります。そして3つ目がこれですね。太陽に下に現れているものです。ここに呼気のようなものがたくさん飛んでおります。はい、こういった感じで見ることができます。それではお約束した、まあ、連続の3つ編集しました映像を見ながら終わりたいと思います。それではこちら3つ、今日現れた巨大宇宙船3船、1998年の3船の映像をご覧いただきながらお別れしたいと思います。左に今現れましたよね。そして、はい、注意深く見てください。超スローでお送りしております。はい、現れました。これが1船目です。そして今度は太陽の中央右に現れます。いいですか。はい、現れました。これですね。これが太陽の、まあ、中央部、いよいよ最後です。これ連続してお見せします。この辺見てください。ここに現れて、ここに移動してます。ここから来て、ここです。はい、ここから向こうの太陽の奥の方から来て、ここに現れてますね、ということになります。また太陽シリーズ、何か不思議なもの情報ありましたら、またまあ、第3弾で投稿していきたいと思います。今探しておりますのでね、いろいろ織り交ぜながら今後もやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さんのコメント応援お待ちしております。それではもう一度見ながらお別れしたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。今日は太陽巨大 UFO シリーズ、太陽に現れた UFO3 選をお送りしました。ではまた次回お会いしましょう。ラピ TV でした。